まあこれね、ロニコ語と文学校って本当に区別がバカだなと思ってて、えー、昨日も僕、走りながら思ったんですけど、じゃあ安倍工房のて、ね、小説って、えー、っと、まあ文学ですよね。だから文学高校になるんでしょうけど、でもそしたらじゃあ安倍工房ってものすごく立地的な文章を書くじゃないですか。箱とかなんかもそうだけど。 だそしたら安倍公はの中の論理性ってのはどう捉えるのかって、で安倍公房の場合ではあからさまに論的ですけど、例えばじゃあ、夏目漱石の文章の中にも、内なる論理ってのはあるわけですね。内なるロジックで。それはかばたやしらんとかでもあると。当然、その、えー、清少納言のマカロンの中にもあると。で、源氏モータのもと中にも問われているうち論理があると。じゃあ、文学国え論、要するにそういう文章の中に、一見曖昧なもののように見える、えー、自然言語の中に、論理性を見つけるというのが、 えー、我々のやるべきことだしそれは言語学はそういうことやってるんじゃないかと文法なんかあ明らかにそうですよねじゃあ一方この論理国語ってじゃあ論理的に掲げた文章の中に文学はないのかっていうと当然あるわけで例えばだからビットゲンシュタインの論理哲学論考っていうのは極めて論理的な文章ではありますが、まあ、有名なよ,あように最後にですね えー、語り得るものについては沈黙しなければいけないと言ったわけですね。じゃあ、これは論理なんでしょうけども、でも文学でもありますよね。世界最高の文学でもありますよね。じゃあ、文学高校の中にも論理があるだろうし、論理高校の中にも文学があるんでしょうね。そういうことがわかんない人が国の高校教育の、えー、まあ、制度を決めてるって本当に腹が立つ。お前ら、はっきり言うけど、バカだよお前ら、バカもう一回言うよバカバカだよ 論理国語、文学国語み見たら、くだらね分け方をしたやつは、本当にバカだから。お前ら、日本の高校教育から出ていけよ、バカ。ということで、脳の,の教養チャンネル、登録お願いします。脳の,の教養チャンネルでは、論理国語と文学国語を分けるみたいな、そんなバカなことはしません。はい。しませんよ。